ラグビーの勝者敗者をたたえけりラグビーの勝者敗者をたたえけり山内真由彦の句です冬の球技として人気のラグビーはイギリスのラグビーという町で生まれました学校での体育でのサッカーの最中にエキサイトした生徒が突然ボールを抱えて敵のゴールへ突進しそれを阻止しようと相手方の生徒がタックルする それを見た先生が考案したと言われています試合が終われば勝者も敗者も互いを讃え合うそれがラガーの姿です